プララーン。はい、毎度、つららの自主練部屋へようこそお越しくださいました。ぐだぐだや。というのもね、もうサイヤもうめっちゃ腹立ってんねん、さっきから。ほんまに。めちゃくちゃ腹立ってんねん。もう、スマホ投げ出したろか思ったぐらい。あのね、1回目、これ今、絵の具で今日は、ヌードクロッキーをしていこうっていうことでやってるんですけどね、これ。これの前に、ちゃんとね、ちゃんとっていうか、鉛筆でクロッキーした、鉛筆で、腹立って、あかん、噛んでしまう。鉛筆でクロッキーしたものに、殺筆で陰影をつけてやろうっていうコンセプトで1回目書いてるんです。同じポーズをね。それがなんと、録画ボタンを押し忘れてまして、全くその、制作のプロセスが取れてなかったんですよ。まあ、腹立つは思って、じゃあということで、この、ね、絵の具だけでクロッキーしていく方法っていうことで、撮り直したんですね。まあ、それはいいんですよ。もう、それはしゃあないなっていうことで、自分が録画ボタンを押してないのがあかんかったなって思ったんやけど、これね、この絵の具の、絵の具でやっていくクロッキーっていう、この動画ね、アテレコ2回目なんですよ。アテレコじゃない、アフレコ。なんでか言ったら、その、アフレコ、今録音してるでしょ、これね。で、終わった時に、チェックボタンみたいなのがあるんですよ、この編集のソフトに。そのチェックボタンと、なんかもう一回撮るっていう、なんかクリンってなった矢印のアイコンがめっちゃわかりづらいね。いつも気にして押してるんですよ。で、その、チェックボタンの方を押したら、これで自分今まで撮ってきたやつがちゃんとその編集動画に声乗っかるんですけど、そのクリンってなった矢印の方を間違えて押してしまったら、もう一回、撮り直しみたいなことになるんですよ。で、今日それを押してしもうてん。だ、10分丸々僕喋ったのがまた台無しになってしもうて。これ2回目ですよ、これ。アフレコするの。もう腹立つわ、ほんま。なんでこういう日あんねんな。なんかもう何やってもあかん日。もう最悪や、もうめちゃくちゃ腹立ってんねん。一人で叫んでましたよ、さっき。かんかられへんよって。何回もね、僕何回か言ったことあると思うんですけど、もう物にはすんごい腹立つんですよ。もう、めちゃくちゃ腹立ってもう。はい、というわけでね、2回目全く絵に関しての説明できてない。ごめんなさい、もう僕の愚痴ですね、これ。はい。こんな感じで、肌色をね、先にこう、塗りながら人物の形をとって、今乾かしながらね、やって、できましたね。ちょっと妖艶なポーズですね、女の人の。ダンサーなんかな。これも言うたわ、さっき。腹立つわ。ダンサーなんかなって言うたわ。1回目も腹立つわ。はい、というわけで、この、なんていうかな、クロッキーの定義っていうのは、これもさっきも言うたけど、素早く形をとどめるっていうことなので、別に鉛筆で描かんでもいいと思ってるんですよ、僕は。いろいろ考え方あるかもしれませんけど。で、こうやって絵の具でね、面的な表現をしながら素早く描けるっていうのも、描くっていうのも、立体表現の把握としてはすごく有意義な勉強法なんではないかなと思って、今日やってみました。髪の毛を今描いてますね。こう、筆の絵の裏でこう削りながら髪の毛を表現してみたり。ああ、しんど。踏んだり蹴ったりやったな。で、こういう時に大事になってくるのは、鉛筆ではないので、もう、陰影表現に徹底することですね。影をしっかり見て、全体的にこう、肌の色をザーっていったら、次はもう影で、こうやって立体を捉えていくっていう。まあ、当たり前のことなんですけど、目鼻口描いてないでしょ、まだ。そういうのは最後に描く、感じで、とにかくその、物体の立体感を先に捉えていきます。しんどい。こう腕上げたポーズって難しいですよね。なんで難しいかというとね、そのね、胸と肩のそのつながりにね、一貫性があるんですね、この人体って。どうしてもね、結構難しいですよ。今ね、書いてみてください。メモ帳でもいいですから、万歳したポーズを書けないと思うんですよ。なんかロボットみたいにね、腕がなんか、チッピうるさい。腕だけ上がってる感じになるんですけどね、複雑な上がり方するんですね、人体って。なあチーピーな、チーピー知ってるやろそういうことな。そやな、うん、ちょっと見えへんで、ちょっと今見えへん、動画見ながらアフレコしてるからちょっと見えへんで。はい。で、なんかこういう時は細かいとこ書けないので、陰影もね、もっともっと本当はこう、例えば 7段階ぐらいあるものを2、3段階の、陰影にしてとどめてます。そうじゃないとね、あんまりにも中間の陰影を見すぎてると、なんぼ時間あっても足りないし、コテコテになってしまうので、もう2、3段階にとどめて陰影は書いていきます。いやでも楽しいですよこの方法。もうちょっとねこれ勉強したいと思いました。こうやってやってるとね短時間で立体だけ捉えれるので細かく線で折っていくクロッキーとまた違う勉強になるかなと思って楽しかったです。失敗してしんどいけどでこの段階になってきたらこう目鼻口をちょっと細い筆でね書き入れていきます。それまでは本当に陰影表現にとどめてきたので、顔も眼下って言って目のくぼみになってるところ、そこを影入れたり、鼻の下にも影がつくから影でそこをちょんとしておいたりね。その上からこうやって目鼻口ちゃんと描いていくっていう順序が大事ですね。でもこういう表現の場合難しいですね、この顔つき描くのね。なんか漫画っぽい表現になってしまうので、僕もまだまだうまくね逃がす方法をまだちょっと研究できてないなって思います。まあ上手い人の絵をいっぱい見ることですよね。でどうしたらこういう風に描けるんやろうって自分なりに研究して次の絵描く時間にそれをやってみるっていう、なんか課題を決めて何でも毎回取り組むことですね。それが大事だと思います。そこついてしもたなまだ乾いてへん時に触って。チビ見えへん。ちょっと。ね、ここら辺でね、郵便屋さんが来てね、一回堆積するんですよ。カットしてありますけど。そろそろちゃうかな。あ、消えた。ほらほらほら。一回これ堆積してます。承知ママのお洋服が届きましたので。チビ見えへんって。ちょっと、邪魔邪魔邪魔。でね、これね、参考にしてるモデルさんがね、黒バッグの前に立ってるんですよ。で、非常にこう、形はね、わかりやすいんですけど、黒バッグの前に立つとね、強い影がもしついてたりすると、その濃い影の部分と、バッグ、黒いバッグが溶け込んでしまって、形を追うの難しくなるんですよね。そういう面ではちょっと不利やなと思いました。輪郭を追うのはね、黒いバッグの前に立ってくれてる方が、追いやすいんですけどね、その陰影表現が難しかったので、ほんまはこの黒いバッグを表さずに人体描きたかったんですけど、どうしてもね無理やったんですよ黒バッグをあえて描き込まないと、その溶け込んでるとこがあるんですね。その人の体に当たってる影の黒い部分と、その後ろの壁の黒が混じり合ってしまって、難しかったんですよね、それ描かんと。何言ってるか分からんかもしれませんけど、なんとなく分かってください。はい。まあこういう表現の場合、あんま細かいところを書き込まないことですね。何でもそうですけど、特にこの絵の具の場合はもっとですね、鉛筆の時より。もう面で考えていきましょう。そういう面的表現をね、習得するにはすごい勉強法やと思います。これからもほんまにどんどんやっていきたいな。もちろん鉛筆とかもやりますけどね。なあ。はい、こんな感じでだいぶほら黒を入れたことでね体つきがはっきりしましたね。でそのねそういうくの字型のくびれっていうのはね女の人特有ですね。これは男はあんまできにくいです。なぜならばこの骨盤がね下の方にあるので、こんなね一気にくの字型にくびれるのは女の人の骨盤が上にあるからなんですね、男よりも。で大きいからですよ。参道があるので女の人ってねようできてますよね。思いっきりくびれをねつけてあげたら女の人っぽくなると思います。さあそこら辺まで来たらもう終盤ですね。あんま細かいところ書き込めませんよ。ここ大事ですね。この胸から胸のこの影のラインからのこの脇の方につながるライン、これがね肩と微妙に混じり合ってすごいね人間らしい形を作ってくれてるんですよね。その鎖骨のラインもそうですよね。腕上げると同時に鎖骨は V の字に上がっていくので、そういうところもちゃんと見ておかないと、なんかなんていうかな、木に竹をつぐじゃないですけど、変にね腕が出てる感じになるので不自然にならないように骨格をちゃんと見ておきます。そうそう、終わりかな。細かいところ調整してますね。顔が気になるんかな。はあ、2回目はこれ計都合20分喋ってるってことやもんな。これほんまに腹立つわ。これ終わったら絶対もう一回ちゃんとチェックの方を押さなあかんからね。自分に言い聞かしとかんとまたクリンクリン押したらまた喋らんなんからはい、というわけでね、週中日でね、皆さんお疲れですけど、さっきも言ったけどもう一回言うときます。今日もライブ来てくださってると思いますけど、ありがとうございました。ゆっくり休んでね、週後半乗り切っていきましょう。本日も、自主練部屋にお越しくださってありがとうございました。ゆっくり寝てください。僕も腹立つんでねゆっくり休みますそれでは本日もありがとうございました。またお越しやす。